どうしてなんだろう。私は、ただの自由っていうものを背負っている。というか背負いたいだけなのに、どうして、束縛されてしまうんだろう。そんなつもりはきっとないんだろうに。でも私から自由ってものを奪いたくて仕方がない。そういうことで私は自由らしい自由を見ていない。自由って言われても限られた範囲だけ、ちっとも自由なんかに見えないさ。もう、私はこのまま、苦しい生活を死ぬまで続けることになるかな。それだけは、絶対に嫌かもしれない。都で遊ぶ子供たちのように、自由ってものをもっともっと楽しみたい。私のようにこんな場所に閉じ込められて、おかしな教育をされていくだなんて。それでは都の子供たちだって逃げ出すよ。耐えられない苦しみなんて地獄の苦しみと一緒だ。苦しみがなく楽しめる毎日を過ごしていきたいのが本望。しかし、自分の人生街道、そんな甘いものなんてないさ。世渡りがいかに厳しいかなんて誰でもわかる。私は、密かに思うんだ。この場所から出れたら、何をしようかと。こういう日本昔話はね、有名なお話からあまり知られていないお話まで何でもあるそうよ。私たち妖怪も、人間がこのお話を読んで、いかに肝を冷やしているかを伺っているの。逆にこっちも怖いと思うけど、ルーミアちゃんもそういうお話わかるよね。ふふ、今日は有名な一寸法師のその後と思われるお話をするわね。実はね、一寸法師で都で暮らす姫がある日突然、小人のように小さくなっちゃったんだ。小槌もないし、元に戻ることもできないんだって。そこから姫は一人であることを考えるんだよ。まさかね、主人公だった一寸法師に助けてもらったわずの姫はいつの間にか一寸法師と同じく小さくなってしまった。だから、元に戻るための方法を考えるのがその後のお話なんだ。私が読んでいくわね。一寸法師に助けてもらったお姫様はその後、都に平和が戻り、これで平和に暮らしていけると思っていたんだ。まあ、平和が戻ればそれでいいって話よね。終わりよければ全てよしっていうし。それから姫様は、お屋敷でのんびりと過ごしていたわ。鬼に脅かされていた時にはなかなか、落ち着かなかったのだけど、平和になると落ち着いて過ごせるようになったんだ。それからのんびり過ごしていたんだけど、ある時から姫は驚くべきことに気づいたのよ。ある時、池の声を見ていたの。声はそれなりに大きいのだけど、姫様から見ると大きな声に見えたの。まだ姫様は子供だからそうに見えるかもだけど、異常に大きかったそうよ。まるで自分よりももっと大きくて、それになぜだか視界が小さく感じたそう。子供だから背が低いのかもしれないと思ったんだけど、そうでもなかった。声が異常に大きいことに気になること。こんなことを屋敷の人に伝えてもおそらく信じてもらえそうになかった。それに声がこんなにも大きいのもいたずら好きの妖怪が化けているのか、化けた魚なのか、わからない。妖怪と悟った姫はちょっとだけ臨戦態勢に入ろうとしていたわ。でもね、姫はその声をずっと見つめていたわ。最初はおっかなびっくりだったのに次第に興味を持つようになったの。どうしても巨大生物はロマンを与えるのか、不思議なものねー。そしてね、姫はその声を料理にして食べれば美味しい。そしてその声をみんなにご馳走できるのではないかと考えたの。この時代は魚の料理はお偉いさんにしか食べられない貴重な食べ物だったそう。心が広い姫は都の人間にもご馳走を振る舞おうと考えた。こんなに巨大な声を見たら、いても立ってもいられないわよね。だから、姫は自分で捕まえようと考えたわ。捕まえれば料理してご馳走できるとね。そこで姫は恐る恐るながらも池の中に足を突っ込もうとしたわ。なーに、たかが大きな声ごときでびっくりするほどではないとちょっとの余裕でいたそうよ。池の中に入ろうとしたその時、不意に足を滑らせてしまったわ。まさかそうなるとは思ってなかった姫
様は大きな声を出してしまった。しかし、姫様は子供のように、それに小人のように小さくなっている。池よりか大きな川のように見え、声なんて大きな魚だ。このまま起きて、声に逆に食べられるのか。むしろ鬼に食べられた方がまだマシだと心底感じていたわ。しかし、周りに人はいないし、姫様の叫び声も誰にも届かない。肝心な時に一人で危険にさらされてしまったわ。それから何時間か、気がつくと見たこともない部屋で目を覚ましたそうよ。姫様は自ら足を滑らせて池に落っこちそうになっていたのに。その間に誰かに助けてもらったのかしら。目の前には見たこともない女性がずっとこちらを見ていたわ。ここで気づいたの。自分はその女性よりもはるかに小さいと。もう小人そのもの。姫は一寸法師になったんだと悟ったわ。そして見つめてくる女性はこう語り出してきたわ。どうやら今の都はいろいろと混乱しているらしい。鬼が退治された後もまだ収まってはなかった。そのうちに都も壊れてしまうだろうと。姫の立場も危ういとその女性は知ったかのように語ったのよ。で、その女性は池で溺れていたから助けたそうなんだ。もう少しで池の声に食われそうになっていたらしい。やっぱり小さいまま獲物を狩ろうとしたら逆にこっちが狩られるわよね。命からがら逃れた姫は安堵の息をつくの。見るからに優しそうなので姫はひとまず、ここで夜を明かすことにしたの。鬼が退治されてもまだ、平和的ではないということが分かったから。それから数日間、過ごしていたんだ。でも自分の体はまだ小さいまま。それにお屋敷の人たちもやってこない。普通なら心配してやってくるのに。それにここがどこなのかも分かってないの。ちょっと不安になりつつあり、いつしかお屋敷に帰りたいという気持ちが強くなったの。もう鯉のいる池には近づかないことを決心した姫は助けてもらった女性にお礼を言おうとした。でもその女性が戻ってこない。この数日間、戻ってきていないの。ここにいれば安全なのかもだけど、一度や二度は顔を出せばいいのに。しびれを切らした姫はもう自らここから離れようとしたわ。しかし、部屋から出ようとするのだけどなぜか、襖が開こうとしなかったのよ。襖に鍵なんてかけられない。もしかしたら向こうに重いものを置いているのか。こっちが開かないのなら、向こうならと。でも、向こうも開きそうになかった。もはやここから出れない状態になったの。これはおかしいと思った姫は振り返ると何か声が聞こえてきたのよ。今日はボケそうだ、今日はボケそうだ、たくさん呼んで、豚を開こう、豚豚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